なかなかの手口持ってるじゃない。どういうのがおすすめ？なんといっても容量は大きい方がいいでしょうね。この辺の好きな色選んだら。じゃあ白にするか。いいんじゃない。なんでその色にしたのか聞きたい。自意識過剰って分かってるけど。荷物キャリーケースの上に乗っけるからよこせ。バッグも含めてファッションなのよ。それを女子から奪うなんて分かってな。分かってない、分かってないのに。さて用事も終わったし解散するか。でももう19時だしちょっとお腹空いちゃったかも。肉でいいか。肉好き。いらっしゃいませ。予約の星野です。はい、2名様ですね。予約してるじゃん。私が帰ろうって言ったらどうするつもりだったの。手慣れてない？女の子の扱いに手慣れすぎてない？やってることが金持ってるアラサー業界人のそれよ。まあ俺は芸能事務所社長のところで生まれ育ってるわけで。今までこういう感じで女の子転がしてきたんじゃないの？芸能界に年の差恋愛多いのは。相手に楽しんでもらおうと思ってプラン組めばおのずとこういう感じになるんじゃね。楽しませようとしてくれてたんだ。